グッチさんです。The グッチさんチャンネル。
さあ完成しました。アルパインポップアップシェルターテント2ですね。まあガイロープは今回は風がないのでなしでやってます。非常に、簡単に設営ができるということですごく便利ですね。はい、このポップアップシェルターテントなんですけど、まあどうしてもねこの斜めはねよりよりになりやすいので、ここはもうご愛嬌って感じですかね。はい、で中簡単に説明します。最初にこのポップアップをした後に、コット下にあるんですけど、まあ物によりきりです。ちょうどこうフィットする感じです。で、ここにちょっと見えづらいんですけど、これね、紐があるので、これを両サイド引っ掛けてやれば安定するっていう感じです。で、グラスファイバーのボールがあります。で、グラスファイバーのボールを立てて、ここにフックがあるんで、フックを、かけます。その後にこのマジックテープをつける。で、マジックテープが何箇所かあるので、これをくくりつけて、で、このフライシートをかける。で、ペグ打ちをする。1、2、3、4、5、6箇所打てばまあなんとかって感じです。はい、非常に簡単なテントですね。最高です。ベンチレーターもちゃんとあるんですね。これすごい。あれ、どうやってつけるの、これ。こうか。これがこうね。はい、ベンチレーターあります。で、反対側にもベンチレーターがあります。なので、ロゴの後ろ側に2箇所かな、対角線上に1箇所ずつあるので均等になってます。なるほどね。で、次に中ですね。まあ、前回というか前に簡単にご紹介したんですけど、フライシートをかぶせて設営するとまたちょっと違う事案があるんですよ。っていうのは、上から圧縮されとるというか、やっぱり押さえつけられてるんで、ここのチャックがね、若干こう癖がね出始めるんですよ。まあ、今回は甘々に設営したのでちゃんと開くんですけど、ちょっときつめに設営したりとか、ガイロープもやると、片手でチャックが開きづらい時があるので、両手でしっかりと締める時が特に、片手だとちょっと厳しいかな。だから両手で締めるって感じです。はい、よいしょ。中はね、まあ変わらずって感じです。まあポケットが1箇所2箇所あります。ランタンフックも1箇所2箇所ここにあります。ありがたい。すいません、頭がねどうしてもつくので、これは仕方ない。寝るときはまあ仕方ないよね。やっぱりフライシートあって、でペグダウンするとやっぱり違いますね。フライシートインナーだけでやってたときはまだちょっと余裕あったんですけど、やはり若干きつい。まあでも寝る分には何も問題ありません。このテントのいいところって、特にコットで設営すれば地面からのこの、なんだろう、
特に夏、地面からの熱をねこう遮断できるので涼しく寝れる、そういう意味では非常にいいんじゃないかなっていう。ただこの状態で僕まだ一回も寝たことないので、まあいずれかはねやりたいと思いますが、なんせ狭いね。よっしゃ、よいしょ。まあ、キャプテンスタックのマットを引いて、まあこんな感じ、ちょうど一人分、よいしょ、ちょうど一人分。てか正直言ってもまあマットなくてもいいんだよね、あった方がいいのかな、ちょっとわからん夏の感覚。このコットがあってマットがあってっているかどうかわからん。まあざっとテーブルとかローチェアとかいろいろ物を置いて、イメージこんな感じですね。うん、なんかローテーブル、ローチェアであれば非常に心地がいい感じですね。座ってみようか、よいしょ。ああ、そんなに後ろのところまでですけど、コブ2個分ぐらいかな。まあ全然余裕です。僕ね持ってるポール1つしかないんで欲しいんですけど、もうちょっとね違うやつ、まあいいや、これでも一応使えるロゴスのやつ、ちょっと色がマッチしないけど自己満足です。